メイド GB417 ことはーちゃんです。今回は購入品紹介をやっていきたいと思います。今回はディズニーストアとスリーコインズに行ってきました。なのでそちらの2店舗での購入品を紹介していきたいと思います。まずはディズニーストアでの購入品になります。まずディズニーストアではこのような袋に入れてくださっていました。ディズニーストアの袋、本当にこちら可愛くて気に入りましたね。はい、裏はこういう感じですごく可愛いです。はい、前行った時と袋が変わっていて嬉しかったですね。はい、で、それでは早速購入品を紹介していきたいと思います。今回はバレンタインツムツムが再入荷ということで、この間行った時に売り切れていたものを今回ね再入荷ということで購入してきました。なので今回は紹介していきたいと思います。まずはこちらになります。こちらのデイジーの豆つむというつむつむ豆っていうことで豆つむつむになります。豆つむですね。こちらはお値段900円で購入しました。はい、こちらのデイジーを購入しました。普通の、つむつむタイプのものはドナルドとデイジーは今回のバレンタインのものはないということで、こちらの豆つむだけだったんですけれども、可愛かったのでこちらすごく欲しかったので再入荷で購入できてよかったです。はい、で、次にこちらのドナルドを購入してきました。色がちょっとこういう感じで違くて、またまたすごく可愛かったので、ドナルド、デイジーだけっていうのも可哀想だし、ドナルドも大好きなので、こちらの2つを購入してきました。すごく可愛くてカップケーキで本当に可愛いです。こちらも同じお値段でした。はい、本当に可愛くて、可愛くてめっちゃ気に入ってますね。で、次にこちらの、これはミスバニーですね。はい、ミスバニーを購入してきました。こちらは、ミスバニーは、ドナルドとデイジーが私好きなんですけど、ミスバニーはなんかあんまり知らなかったんですけど、こちらがなんかすごく可愛くて、一目惚れしてこちらを購入してきました。服がすごく可愛くて、購入しましたね。はい、このタイプのものはお腹がクリーナーになってて可愛いし、ここにイチゴが乗っかっててすごく可愛いので、こちらはねすごく良かったかなって思います。こちらとこちらとこちらはお部屋に飾りたいと思います。はい、本当に可愛い購入品で良かったです。で、次に、はい、ちょっと待ってくださいね。今度は、これを購入した後にまた可愛いものを見つけてしまって購入してこちらの袋に入れてくださったんですけれども、まずはこちらになります。こちらのミニメッセージセットっていうのかな、こちらを購入してきました。こちらはすごく可愛くてつむつむなデザインになっています。こちらはこのような感じのものが入ってて本当に可愛かったので購入してきました。こちらは400円で購入しましたね。こちらはこういう感じの、まずお手紙セット、レターの書くものと、このような感じの封筒ですね。このような可愛らしい封筒と、このような感じの可愛い封筒と、このような感じの可愛いシールが入っているものになります。こちら全部で400円で結構たくさん入っているし可愛かったのでつい購入しちゃいました。本当にこれは可愛いし、なんか良かったかなと思います。はい、バレンタインのつむつむはすごく可愛くていいですよね。はい、ここら辺に置いときます。で、次にこちらになります。こちらのプーさんの付箋を購入してきました。こちらはお母さんが可愛いねって言ってて、お母さんがこちらを購入してくれましたね。 あとこちらもお母さんが購入してくれました。お母さんもお母さんがこれ可愛いねって言って、これはお母さん、こ
これとこれお母さんが買ってくれました。はい、こちらもすごく可愛くて、お母さんがこれ気に入ったみたいで可愛かったです。200円で購入しました。こちらとこちらはお母さんが半分くれるので、半分はお母さんのものなんですけれども、まあもらえてよかったです。はい、で、ディズニーストアでの購入品は以上になります。次に3コインズでの購入品を紹介したいと思います。3コインズは1点だけなんですけど、こちらの商品はスイーツハウスラブリーポップさんの、スイーツハウスラブリーポップさんの動画の、スクイーズの紹介かな。はい、で、3コインズにこちらのスクイーズが売ってるということだったので、その情報を聞いて、購入させていただきました。ありがとうございます。それでは早速紹介していきます。こちらになります。こちらのスイーツマグネットというものになります。はい、こちらは本当に可愛くて、私はこの2色の、ね、ものしか購入できなかったんですけど、そちらしか売ってなくて本当に残念だったんですけれども、このようなタイプのものを購入してきました。こちらすごく可愛くて、すごい良かったです。こちらはちょっと開封しようかどうか迷ってるんですけど、なんかブリオンとかが取れそうなのでちょっとあれなんですけど、こちらすごく可愛くて購入しました。2つで300円で、すごくお値段もまあちょうどいいかなっていう感じで、こちら黄色のものと茶色のものが入っているものになります。こちらは300円プラス税でしたね。マグネットがついていて、マグネットとしては使わないんですけれども、こちらは購入できてよかったです。お店には売ってなかったんですよ、こちら。で、ドーナツのマグネットないんですかってお店の人に聞いたら、奥の方から段ボール、大きな段ボールを持ってきてくれて、あるよってことだったので、店舗には並んでなかったんですけれども、倉庫にあったということで、こちら購入できてよかったです。なので、売ってなくても、なんか聞いてみるものですね。はい、なんか、なくても聞いてみたらあったりすることもあると思うので、皆さんもぜひなかった場合は聞いてみると、もしかしたら購入できることもあるかなって思います。はい、はい、ちょっと見えなくてすいません。というわけで、今回のディズニーストアと3コインズでの購入品は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。